始まりましたね。ちょっと始まったけど、そっかまだ。始まったけども、ちょっとこっちを変えていない。すいませんね。ちょっと福岡の方が長引きましてね。いや本当、福岡勝ちましたね。やりきりましたね。さあ、裏側の方行きましょう。さあ、皆さんちょっとうわ、ちょっと僕の顔が映って気持ち悪いですね。ちょっとちょっと気持ち悪いんで、僕の顔を早く変え,変えたい。えー、っと、えー、っと、ちょっと急げ急げ。始まってた30秒。30秒くらい始めま,ました、はい。すいません。はい。小泉どうする対角線おっ、カンって競り勝って。うん。 浦和と、早川うーん。ここ拾える、拾える、拾える、拾え、拾え、拾え。よしよしよし。さあ、荻原。さあ、ショルツ。おぉ、ショルツいい引き受け方だけれども、さっき、いや、まだ、まだ、抜けた。荻原。いやー、おぉ <laughs> 早川、ファ,ルフ,ァルファウル、ファウル、ファウルファウル ?PK、PK! おぉ PK か PK だ、PK よーしよしよし、9の決めろ、ちょっとあれ、今ちょっと、あれ、充電中なんで、もういいや、片方つけよこっちだけ、よし、PK、よーし、いやー、やっぱ早川、残した監督だよ、さあ、やり返せ、やり返せ、裏、PK で、そうですね、決めてもらうし、し本当に、やべえ、マジで、ちょっと、マジで、ここ、ちょっと決めてくれ、マジで。 早川仕事し,したまあ最悪、その止められたとしてもその後、先に反応しよう。決めれば最高、ただその後仮に止められてもその後よーっしゃ同点よしああ、終わったー。終わらんぞーまだやいや、男にしました。早川ありがとう。 やべえ鳥肌や一森が早く動いたいやーもう決めてくれましたね本当もういやきた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 落ち着いてくれましたねほんましたねほんとよしさあイーブンいやほんと早川そこにいたことさあコーロキセリカいやまだ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  OK、ま、カンテ前向き右 これはちょっとキーパー出るんだ。ここセカンド。荻原負けんな。OK を。いや、冷静。さあ、大久保。大久保、自分、あちょっと、あーうまい。マリノスがよく封じた、今。高橋は、そこ、荻原、ハンド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 、まだまだ、高橋続いてる、高橋、まだ、まだ、見てくれ、見絶対 VAR あるから、VAR あるから、まず止めよう。 絶対 v r あるから見てるからまずは止めようんあこの止め方はいやこの止め方はハンドっぽいなうんこの止め方はハンドがあったんじゃないかっていうあれか止めるってよっぽどこれ止めるのはよっぽどよあハンドよし <laughs> よしハンド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 これでハンドじゃなかったら嘘だよいやこれでハンドじゃなかったら嘘だよ ハンドじゃなかったらさ、でただね、これよ止めるってことはよっぽどなんだよ。裏側が押してて、裏側が PK です。もう正直、これはもう、これで P、いや、もう見なくていいよ、もう。まあ、もう PK、裏側が決めれば、国立。あーやばいちょっと待っ,て待って、本当にハンドだよな。いや、あれハンドじゃなくて、嘘だって。もう主審が止めるってことは、あ、主審ていうか、もう試合止めるってことは、もうそういうことだから。 本当はやり,きるもんやりきらなかったってことはもうそういうことだから。やりきってないってことはそういうこと。もうこれ当たってんじゃん。もう一つしかねえじゃん、取るって、これはもう。そうですね、多分そうでしょうね、これ。止めるってことはそういうことだから、本当に。止めるってことは、だって止めねえじゃん、普通。止めないけども、止めるってことは、もうよっぽどのことだから、これは。 してますね VAR も、まあ、そんな見なくてもショルツもうショは準備できてるはずまあこれが PK じゃなかったらそれもありだけど PK さあ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 やったーって感じほ本当マジで。 そう、オイがそうそう、本当もうハンド。そう、一緒一緒。もう PK でも何でもいい。もう勝っちゃいい、勝ちゃ。クリーンに勝てば。そう、もう勝率いや、本当もう PK で笑いましょう。この日のためは全部は。そう、あれはもうハンドですよ。てかあれ一発で見てほしいな、正直。あれは一発で見てほしい、正直もそうね、PK だけでね、ね昔マルシオリシャルですがね、フリーキックだけで確かあった気がしたけど、フリーキックというかセットプレイというか。 名古屋と福岡のゲーム、僕も生放送してましたけどもね。さあ、ショルツ、まあ、審判に泣くこともあれば、審判にうんたらかんたちゅうところでしょうかね。さあ、頼むここで左に蹴ってほしいところあるけどな。 頼む頼むマジで決めろ右か左かここで左は熱いぞ。 よしよしもう一回さあまだ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 ま 東京駅は東京駅は見えた。ただ、まだまだまだ。まだ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 。終わったよしケシューシ e ツやあ、ウィーアレット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  いやーよかったーカットさあ福岡マットレオ首洗って待っとけよ福岡、ね、え !2 時間前まで福岡を応援した人間のセリフじゃないですけどね福岡マットレオいや終わりました決勝ですマットレオ福岡首洗って待っとけよえっちょっと電源が。 バッテリーあ片方いけるかこっちはいけるか危ないちょっとよし勝ったーやっと勝った前のぞり <laughs> いいもう流れからのゴールはいらんもう勝ちはいいよしまだ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 泣けんぞまだ,まだまだまだいやーそうですもう10月にはみんな帰ってくるって話してましたもんね10月には。 10月にはみんな帰ってくってだから本当もね勝ちましたね。ウいーれレスこれ暑いっすね。いやー、当これで浦和福岡ですよ。うちのチャンネル的にはもうね、ねえっていうね、本当と。ほんと、よしよし、本当もうチケット争奪戦ですね。僕の休みの人合うかどうか。もう取れりゃいいです、取れれば。見れりゃいい。もう ACL も相当高いところだけど、本当もうどこでもいい見れればもいやー、暑いけども、暑いけども、もう浦和の勝利しか考えてないですよ、もう。 もう、もう寝返ったというか、もう、福岡も愛人なんで、も <laughs> ね、浦和が本彩で、もうね、その他九州クラブは愛人なんでも、も、ね、や、本彩と愛人がね、鉢合わせるか。やばいな、これ。ねえ、これ、もうほんと。ねえ、ほんと。 そう受験勉強とかね、もうこれはしょうがないですもんね。だってほら、群馬のね、何年か前、何年か前に、群馬のサポーターがね、なんか言ったけど、なんか、勉強せみたいなこと、なんか、ね、サポーターがなんか、なんか言ってたもう終わったらいいかも、なんか、そうですね、なんか、勉強が大事だろうみたいなこと、なんかサポーターかサポーターに言ったけど、なんか、そうね、ほんといやー、ほんと、激戦。 いやそ,んなそんなことはないです、本当、そんなこと、本当、そんなもう、本当もいやー本当も素直にやったですよね、本当もう、そう、でもために、あ、本当に、すみません、ね、本当もそう、まあ、僕のためにじゃなくて、本当もあそう、神父、まあ、まあ、強かったです、本当もいや、本当にもう、マリノスのほうがチャン、じゃこの180分でマリノスがどんだけチャンスがあったかっていうと、そんなチャンスなかったですもんね、180分通して。 そうだから、もうね、なもうどういう点の決め方で勝っちゃいんですもん、カップ戦はもう。本当。そうですね、とにかく本当、カウンター、福岡にね、なだからね、浦和もう、ね、浦和福岡か。いやー、本当ね、もう、まだなけん、本当に。 いや、ほんと。いや、ほんと、ここにね、ほんと、もう、国立でね、本祭の裏と愛人の福岡がね、もう相まみえるんですよ、本当と、もう。ね、もう。ほんと、矢口まりもびっくりの鉢合わせですよ、これ、本当と。矢口まりも想定外ていうか、まあ、嬉しいけど、この日曜の対戦は。鉢合わせですよ、ほんと、不倫現場じゃないけど。そう、てか、などれぐらいぶりですかね、ほと。どれぐらいぶりだろう、マリノスに勝ったの。久しく。 ね記憶いないけども。あれか。いや、勝ったか、去年。去年勝ったか。そうか。ユンカーが去年の6月決めて勝ったか。1年半ぶりか。03か。あ、違う。追いついたか。違う。あれ、勝ってねえか。あれ、勝ってねえわ。03か。03から33に追いついたか。勝ってないんだ。そうそう。勝ってなかった。勝ったのいつぶりだじゃ本当に。勝ったのいつぶりだろ。90分でしっかり。去年もだから03から追いついただけだもんな、投げてく。優勝っすよ、ほんと。7年ぶりの優勝っすよ、ほんと。 もうショルツよ、ト遠にいてくれ、ト遠に。いや、ほんとそう、あなたはいつからサイバね、ほんと、ルヴンカップ準決勝では2年連続でサイドバックっていう、ね、不思議ですね。ただ去年とは違いますね、ほ去年は悔しいゲームでしたけどもね、ルヴァンカップ準決勝でしかサイドバックを失うとこ、まあ、途中こそしあったけども、ね。 そうそう、矢口真理もびっくりですよ、本当。矢口真理のびっくりの、本当もう、勝ち合わせですよ。ただ、勝つのは、裏でしょう。<laughs> それしかない。7年ぶり。ねえ。だから、本当に、今年の ACL も行ったし、年に2回もね、決勝の舞台に行けるってのは幸せですよ、本当。単純に幸せですよね。 自分の応援しているクラブが年2回カップ戦の決勝行ってね、まあ、チケット争奪戦で勝てばいけるというね、どこでもいい見れたら、本当に、あら、これはショルツのお子さんかな多分埼玉寒いのかなそしてなんかね、長袖多いけどね、これはショルツのお子さんかなパパにね、日本に永住権を与えたいね、本当、あそんななりますか。 そんななるか。いや、本当ね。大敗してたイメージしかなかったもんな、今年までは。去年は失点ばっかしてたイメージだったもんな、うん。そうね、もう転売や対策は本当なんとかしてほしい、マジでも。マジでも。う本当に。もうストレッチしてますよ、もう。11月か、2年ぶりかちょうど、ちょうどですが、まあ。長えな。 おお、石田純一さん。純一今は純一の言葉が僕の背中を押してますね。いやー、もうあとちょっとで届くんじゃないですかルマンってあれですかね ?F1 ですかね違うたかなフランスのあれですよね、多分。いやー、そう。まだクラブワールドカップあるんですよ。我々カップ戦は強いですよ、ほんと。 そうねこれをだから本当ね、もう毎試合高いレベルで安定させればね、もう右サイドバックはいらんかな、北京は。もう正直ある意味関根 <laughs>、本職一枚だでも,もしかしたら関根も年齢的にはね、年齢的にはもうサイドハーフよりもサイドバックっていう年齢なのかもな、もしかしたら。<laughs> まあサイドバックもきついけども。 もしかしたら年齢的にもね、そろそろ、ね。ただ、サイドバックでも、酒井と同じ、いや、オフェンス面では酒井よりも良かったぞ、今日、ほんと。守備が、だからそんな前のすがりだったから、そんな、ね、っていうのがあったけども。ああ、でもな、外国人の子供ってほんとかわいっすよね、って言ったら日本人の子供がてるからあんまいえないけど。ほんとね、お人形さんみたいですもんね、皆さん、ほんとね。 そうね博多の男、まあねえ、ほんと、はあ。まあでもこれも ACL の経験もあるよね、本んと。いや、ほんと、ホームの強さえぐいっすね。もうスコルジャさんもね、早くね契約延長ね。ちょっとポエトスさんがね、ガンマのポエトスさんが1年契約だったらびっくりしたけどね。 やっぱ一年契約ってあるんだって、なんか、ポエトスさんが一年契約ってなったけど、やっぱ一年契約ってあるんだ <laughs> なんか、あんまり監督で一年って印象なかったけども、ねえ。スコルデさんの一年も確かにあるっちゃあるよな、それ。ポエトスさんの一年って聞くとなんかね。いやー、ほんとね、チャンネルの更新はほんと、ね。お楽しみに。まあ僕はもうテンションで喋りますよ、もう。いやー、でもほんと、これ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 の句れそこれだよ、これ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 を横に置いたからだよ。裏の。 ACL 優勝トロフィーっていうかクリスタルトロフィーこれをやっぱ置くと違うなこれ置くといいのかなこれだこれこれありがとうございます本当に頭が上がりませんもんありがとうちょっとなんか宗教っぽいけどもねなんかね本当いやー本当このおかげでよしよし、うん、それでガチでおいよし本当これ本当この子これもうちょっと持っていこうかな本当に国立までマジで でもあか空港引っかかるかな引っかかるでもこれ。これ、なんか引っかかりそうなんさすがに。いやー、もうホームでしょ、実際ね。本当ね、もう、いや、本んとトロフィーのほんと、ね、ほんともう、持ってきたんやけど、なんか空港の荷物で引っかかりそう、この先端部分とかなんかね。まあ、家で守ってもらって,てもいいけども、写真だけ撮っていこうかな。 あマジでなんで浦和っていうチームはこんなに劇的な試合が多いかねまあほんとでも本当ねでもリーグにつながるよこれほんとリーグにつながるリーグにつながるこの価値は一応来週のねレイソル戦来週次のレイソル戦も生放送はやるつもりですけど、ね、僕の何もなかったら本当。そうですねほんと福岡サポっていうか本当ね まあ、それでもね、浦和の数が勝つんじゃないですか本当それでも浦和が勝ちますよ、毎日。本当にもう。いや、ほんとね、浦和サポ VS ね、タサポはあるな。絶対あるな。うん、絶対ある。まあ、逆に僕は思いますよ、ほ、うんと。もう多分、今からねネット上にはね、福岡絶対勝てっていうね、あれがあるんだろうけどもね。でもね、ほんとありがたいのがね、ほんとでもね、ありがたいのこれ毎回とかたまたま、たまに言ってるけど、たまに。 たまに言ってるけども、こうやって裏をね、裏を応援しながら、まあ別枠とはいえね、別枠とはいえ、福岡とか鳥栖とか九州もね、クラブもまあ応援してるってのを、特にこの3年半何も言わずにね、言われずにね、なんか、お前裏だけ応援しねえのかよとかね、言われないからね、本当ね、裏のサポーターさんとか、まあ他の九州のね、サポーターさんもそうだけど、本当ね、ありがたいんですよね、本当に。お前、でも熱量は違うだね、熱量はね、熱量は違うけども、 熱量は違うけどもね、一応お前、九州勢いくらの応援はどうなんだみたいな、っていうのがないからね、ほんとね、温かいんですよね、浦和サポーターのうちのチャンネルの方々、本当意外と言われないっていうね。うん。まあ、多分そういう方は、まあ、見てないからっていうのはあるから、そもそも、そもそもね。そもそもね。まあ、でも本当ありがたいですね。いやー、無敵っすよ、本当負ける気がしないですもん。でも、失点する気配がない。 PK とか自己的以外は。ね、ほんと。いや、ほんと、プレスやっぱ良かったですよね。やっぱハイプレスの戦術がだいぶ上がってきてましたね、まあ。やっぱ前半戦よりもハイプレスですもんね、明らかに。おー、いいですね。受けて立ちましょう <laughs> って感じですよね。まあ、実際多いですよね。全然もう。まあ、クリーンにやりましょうと。クリーンにね、お互い。 いいっすよ全然僕はあ確かになーいやーいいなほんとやちょっとウィアダイムと聞こうラーレッツいや実感湧いてきた。

いやーなんか、うるっときたけど、よかった。よし。OK, OK. ああ、そうそうそう。ああ、でもそんで、その、その一言大事です。本当ね。もう、下手すりゃ放送止まってんのかっていうくらい僕動いてなかったですもんね。いやあ、感傷に浸ってましたね、本当勝てるでしょ。細谷ですよ、細谷。細谷も素晴らしいけど、こっちは、この2試合180分。180分、PK のみのいってんですよ。J リーグナンバーワンのオフェンス陣を。 あと、犬飼いが出れるのはいいね。犬飼いがいないのがレイソルはいい。犬飼い加入後、レイソルはディフェンス陣が蘇みがったから。かもう、守備が良くなったから。ただ、その犬飼いも福岡戦では2回失点に自ら絡んでるけどもね。うん。いや、そう、大木原が一番安心してますよ、本当。多分ね、僕らより大木原の方が泣きたいんじゃないですか。よかった、って。本当に。<laughs> そう、サビオも怖い、ホスヤも怖いで、最近右のサイドハーフの山田優太っていうのがいいんですけどね、山田優太っていう。<laughs> あの栃木かレンタルバックした山田裕太っても、ね、あの選手も若くていいんですよね。レイソル・キラーのシャルクがいないのかないないの,いないのかなわかんないか。レイソル・キラーのシャルクね、見てみたいな、ちょっと。まあ、いろんな情報、いろんな家系きでしょうね、まあ。あれもだからポーランドの記者がなんかね、よくわかんないけど、なんかもまあ、ただ、契約更新。 できなかったら、まあ、フロントの責任はでかいからっていう。うん。まあ、このチームの2年目見てみたいですよね。本当まあ、結局、延長とかね、その、まあ、移の話もそうだけども、結局、最後の最後まで分からんからね、本当に。最後の最後まで。最後の最後まで。真相は闇の中で、本当に最後の最後だけ。ね。 9割9分、噂が本当であっても、最後の最後に移籍とか、ね、契約関係は分からんからね、本当。いや、もう多分、復帰してるはずです。まあ、リンセンは特にも練習参加のあれが、画像があったんで、で、10月中にはもう、怪我人全員帰ってくるって、スコレジさん言ってたから、まあもう、復帰というか、まあ、帰ってこれる見込みもあるんでしょうね。 まそうね、枠、そうね、枠行、ね、ってたら逆にだから、ね、触れたかもなっていう。いやー、よう守ったな、ほんと、あとは、あとは角だと上島の怪我というか、あれが気になるからな。まあ、それもあるでしょうね、でもレイソ戦、ほんと、復帰っていうか、うん。ベンチ入りとか、ね、多分スタメンかどうかわかんないけど、途中から出れる状態ではみんなあるみたいですよ。 そうですね本当、もう、あとはニューヒーローを待つだけですよ。これまで怪我でくすぶっていた、まあ、怪我はしょうがないけど、大も保復帰したし。まあ優勝するチームの勝ち方ですよね、もう正直、これはもう。冬 <laughs> ね、<laughs> うーん、まあ、 こんな言い方はあれだけども、コオロキがどうするかじゃないですか。もし本当にコオロキがもう引退してほしくないと僕は引退してほしくないけども、もう年齢的にねっていうのがあるから。もし、コオロキが引退とかなったら、2番手のセンターフォワードが、まあ今いる。じゃあ、臨戦になるから。わかんないな。本当多分まず、外国人の整理、整理っていうかあれか。だから、整理っていうかあれだけども、 外国人の挙手をどうするかじゃないですかね、まあ。シャルク・リンセン。まあ、カンテは残るだろうけども、まあ、ショルツ・ホイブラさんも残るとは思うけども、シャルク・リンセンをどう評価するかじゃないですか。リンセンなんかオランダで怪我してないっちゃしちだったらもう何回か怪我しちゃったんですもんね、もう。うん。本当。で、右サイド、だから多分、まずアウトがあるのは右サイドバックじゃないですか。もう関根が2番手で、ね、やれるっての分かったし。 ね、関根がまあ2番手ってか、だからね、まあ、難しいけど、ただ、関根はサイドバックでも十分やれるっていうのをこの試合で証明したんで、まあ、真当たり宮本、真当たり宮本は、まあ、ちょっと寂しい結果にはなるかもしれないかなっていう。まあ、もしかしたら、だからサイドバック左、左がだから、あの大、大畑。大畑が移籍とかなったら、 マトリか宮本とかどっちか残すかもまあまあ宮本なんか左やってるって話もあるしでもわかんないけどただ得戦力不足ってことを考えるとやっぱりうんまあ前線どっか動いてくるでしょうけどもねいや本当ですねなんかもうそこを手放して本当にいかんですよマジで本当にそうですねなかなか本当ベストメンバーがね本当ベストメンバー揃わずよくやってますよと そうですねそこでまあ、安倍、中島って、ちょっと安倍が分かんないですよね。中島でもね、何試合か。中島見たけ、何回か見たけども、あやれるなっていう感じもするけど、ただな、安倍さんは、ね、本当、見てないから、あの、鹿島、あの鹿島時代以外は、鹿島時代が見てないから、よし、安倍、期待だって、まあ、期待はいいんだけど、期待はいいんだけど、安倍、頼んだっていうのはなんかね、荷が重いかっていう、なんかそこはなんか難しい、まあ、期待はしてるけども。うん、まあ、浦和レッドだから、まあ、ヴィッセル神戸戦だから、あの、 言うてね、アウェーで勝ってますからアウェーで勝ってるし、まあだから、自信はあるんじゃないですか。アウェーで勝ったって自信は。やっぱりサッカーってメンタルが重要と思うんで。うんまあ、だから大阪無党をどうされるかでしょ。もう本当大阪無党をどうするかっていう、本当もう。ただ大阪無党みたいなんてね、ただね、もう ACL でそういうバケモンといっぱいやってますからね、本当。武田ふ、そう、あの、スコールゼさんと同じが武田を復帰させないと、そうね、まあ、 ボランチはだからもう、伊藤敦樹と岩尾の後継者としては、正直伊藤敦樹がいつ海外に行ってもおかしくないし、ねで、武田はだからサイドハーフもできるし、トップ下もできるし、ボランチもできるし、で、スコルジャさんって結局、純粋なサイドハーフを、サイドハーフで使ってないじゃないですか、今。 高橋も小泉も、じゃあサイドハーフかというとそこじゃないじゃないですか。って考えると、武田が、ね、サイドハーフとしてやる可能性は十分あるんじゃなかろうかと。で、ボランチの補強に動かなかったから、夏場に。っていうことは、武田の枠を残したのか、そうね、今、J2 アシストですもんね、武田。今、J2 アシストなんで、その J2 アシストを他にやるのかってなったら、それも手痛いですよね。 まあ、ボランチで欲しいですよね、ほんと。うん。後ろからスイッチ。まあ、トップ下でもいいかもしれないけども。ただ、武田は戻さないといけない。ただ、藤原はどうかな藤原は。どうなんだろう。藤原は多分、岩波の挙手次第とか、そこになりそうな感じがするな、なんか、正直。 まあ工藤くんはもう延長でしょうし、木原も。木原、工藤はもうどっかレンタルでしょうしね。二人とも出れあんま出れてないもんな。大畑は安いは分からんけども、でも伊藤と大畑は分かんないですよね、もう。大畑は、それこそパリオリンピックに向けてね、パリオリンピックに向けて試合に出られるところに行きたいでしょうし、ね。うん。大畑のことを考えると、まあ海外は、海外じゃねえや。 どっかレンタルはあるかなってのはありますよねでお。安いはどうなんだろうなまだかな。まだそんなオファーは来ないかなって感じかなまあ、だ安いも安定した出番は必要という感じはしますよね。暑きって多分、その水、そのなんだろう、報道で出ないだけで多分みんなオファーあると思うんですよ。要は水面下というかね、その報道で出ないだけで、 まあ、オファーはありそうですよね。みんな。ほぼほぼ。少なからずというところでしょうね。うん、そう、伊藤敦樹がいなくても、要はこの2試合、守備のとこ安定、まあ、残ってほしいけどね。ね本当伊藤と岩尾の後継者で、将来的には安い武田で組んでほしいですよね。安い武田で、ね。で、右側だからね、関根が2番手やるか、それか、まあ、別の。 まど関根がだからどういう選択肢だか,かですよね、そのなんか消極的な2番っ手、まあ、サイドバックだったのか、それともう、いや、関根、お前がやれるっていう積極的なサイドバックだったのかっていう、もうね、酒の控えは宮本も、もうあたりもちょっとだからな、もうちょっと関根でっていう、なんか消極的な考えでやったら補強は必要かもしれませんけども、ただ、ね、今日のプレー見てると、全然スコレディさんそういう評価であったとしてもね、あんまり前向きな関根のサイドバックじゃなかったとしても、 そこの評価は覆ったんじゃないか、関根は。ね、俺、十分2番手いきますよっていうね、本当。森下みたいな選手は欲しいですね。森下はね、もう行くなら海外じゃないですか、もう行くならもう。本当、もう多分、森下レベルって言ったら、もう多分、国内移籍はないと思うんですよね。こう自分のスタメンっていう、名古屋でスタメン張ってるから、国内にわざわざ移籍する必要ないんじゃないかなっていうのがあるから。 だから補強は難しいっすよね、本当。まあ、外国籍のボランチも面白いですよね。ただ、本当、外国人取るにしても、取るとしても、何にせよ一枠は空けないと。まあ、短い時間とはいえ、6人の時も裏はあったけど、今年、ね、6人体制でもあったけども、ただ、やっぱ基本的に外国人を枠以上に抱えるのはちょっとリスクもあるし、まあ、 J2 ではね、J2 では僕の地元、ビファーレン・長崎サっていうクラブが、試合に出られる枠4に対して6人書いてますけどね、外国人4人しか出れないのに6人書いちゃってますからね、長崎は。<laughs> ただ、それはど得意なパターンですよね、得意な、まれなパターンっていうか、本当。長崎は本当どうしたんかな、あんなね、なんか本当昔の裏的な、悪い時の裏みたいな補強やっちゃってるもん、ね、なんか。だって外国人4人しか J2 出れるのに、6人って、しかも先頭。 ね、レンタル含めたら7人ですもんね。レンタル含めたら7人か、そうか。長崎すげえな、そう考えとうちの地元は。松尾の復帰はね、見てみたい。今ど、どうあとちょっとベルギー、ベルギーだっけそうベ,ルベルギーが、松尾の成績、ちょっと後で見てみようかな。渡辺龍馬は確かにね、ありますよね。埼玉出身だったよな、確かな。で、ウラ列サポーターというかファンでしょ、この人。じゃあ、渡辺龍馬はね、 僕、山形時代から好きですもんね。いまだに山形、福岡の J2、最後のゲーム、福岡の。福岡にとっての最後の J2 のゲーム、山形戦での渡辺龍馬のプレーは、本当、頭、こびついてますもんね。本当、左サイドハーフから何回もチャンスメイクして、で、いつの間にか右にいたりとかして、こいつ、ポジションどこなんだっちゅうなんかね。あの時の山形の時のね、渡辺龍馬は、こびついてます、ね、あの福岡戦の。 ゆるきがでも最近調子悪いんですよね。マジで。あ、そうだ。神戸に、だから、神戸に穴がある、穴っていうか不安定要素があるなら今、左ですよね、左。まあ、み、真ん中、右、大阪、無藤は盤石としても、ね。大阪、無藤は盤石としても、左がだから今、定まってないかな。ゆるきがね、多分前半戦ほどのパフォーマンスじゃないです、今。左だから、ゆるき、パトリッキ、えっ、ー、と、荒いか。今、多分左やれんのは、 パトリッキー、荒井瑞稀、浦和ユース氏の、浦和ユース出身の荒井瑞稀と、ゆるきの3人かな、多分あ、違う。違えわ。左武藤だ。多分最後のゲームで神戸は左武藤か。最後のゲームで神戸は左武藤で右にいいのだ。いいの。元トス、元サカントスのいいのが右やってた、そういえば。そっちがあるか。左武藤、真ん中大阪、右いいのがあるか。 で考えるとまあ神戸もまあそんなな穴はないかやだ、ね、ほんといいのが右のングやってね、なかなか面白いですよね。秋元ね、今のチームのなんかトップ下でも見てみたいですけどね、トップ下秋元も。それこそね、カンテの動き、カンテの周りをうろうちょろしてほしいですよね。カンテと秋元合いそうですけどもね、平野見てみたいですよね、本当平野。本当、天才的な発,発想力はやっぱありますもんね。 ただ、平野もね、ちょっとね、出散っちゃうかな。そうね、やっぱなんか、なんだかんだでね、シャルクもリンセンもね、なんかマルティノス的なね、なんか <laughs>、シャルク、リンセンもあんまりこう結果が出なくても、マルティノス的ななんかはね、見捨てきれないっていうか、なんかね、諦め、諦めきれないっていうか、なんかね、なんていうのはあるからな、ほんと。うん、山形ほんといいっすよね。だから山形の伊坂ンが僕は、 伊坂全員か、右ウィングの、伊坂全員か、田中渉、トップ下の。田中渉が、僕は来てくれたら嬉しいなって、今山が、山形からは。山形からはね、トップ下田中渉。まあ、田中渉でも、小泉が若干被るかな、キャラクターとしては。キャラクターとしては、田中渉と小泉被るけども。ただ、やっぱ伊坂全員の突破魅力ですよね。多分裏と山形の天皇杯でも、裏のディフェンダー相手に勝ってましたもんね、伊坂全員。 伊坂全院は裏の最終ラインをチンチンにしましたもん、ね、天皇がで伊坂 <laughs> 全院はなんか争奪戦なりそうやな、山形で言うとね。よし。てことで終わりましょうか。ちょっと話がそうです、ね。ありがたいことにちょっと話がつきませんけどもね。じゃあ次、レイソル戦ですね。レイソル戦も生放送やります。僕の体調が急に悪くならない限りは。はい、いやー、ほんと、最高の夜というか、夕方というか、なんというか、ね。いやー、 多くの方々と生放送4時間40分 ?4 時間40分生放送してんだ俺今日。そうか、4時間40分生放送してんだ。そりゃあ喉もちょっと枯れるかなっていうとこですけどもね。はい。じゃあ皆さん本当ありがとうございました。最高のゲームでした。国立でお会いしましょう。テレビでやってるんですよ、テレビは。あの、はい。まあ、決勝はやりますけどね。 そう、ぐっすり眠れますよ。ただね、興奮して寝れないパターンもありますけどね。はい。よし、じゃあ終わりましょう。またちょっと動画を上げます。振り返り動画的なものはですけどもね。はい。ということでまた、今後もよろしくお願いします。本当に最高でございました。皆さん、ありがとうございました。また許します。さな、最高だぜ。